県の指定の天然記念物になってる、うん、はい、松川桜。マロン、はい、ほら、おー森崎とどぶろくの違いがよくわかんないはい、こちらにお蕎麦屋さんがあったので寄り道していきたいと思います。秘伝の食べ方だそうです。まずはお塩で、次にそばつゆで、わさびはお好み料理だそうです。アマゴなんだね、この辺で釣ってるのって。あ、食べたいねうま煮だって、うん、美味しいに決まってるじゃん、うん、関東でいうヤマメ。へー、うん、こちらの方はアマゴになるんだよね。食べてみたいね。食べてみたいね。え、ザルそば煮と、うん、はい、これで、はい、ザルそばを煮2つ、ザルそばを2つ、はい、あと川魚の旨煮を1、もう1つ、はい、はい、以上です。はい、ドブロクはいいんですか。飲んだらもう歩きたくなくなっちゃうすごいこれ立派な、本当に桜が、松川の桜、ね、そこまで行ってみる。こんなことやってたらさ、たどり着くんだけど、ちゅうちゅうまーす。こちら赤いつわはそば湯です。はい、ゆっくりどうぞ。ありがとうございます。はい、ザルそばです。アマゴです。じゃあいただきま す。いただきます。なんかお蕎麦に透明感みたいなものがある気がする、うん、まず何もつけずに、はい、うん、美味しいかも。ほら、香りはもちろんするんだけど、噛んだ感じがね、弾力感がある。うん、なんか噛んだ感じが違う。うん、うん、そうだね、弾力があるね、うん、このね、お出汁、漬け汁、節系かな、うん、まあ、もちろん鰹節とか使うんだけど、もちろん、うん、すごく合うんだけど、うん、お蕎麦に、うん、そうでしょ、うんうん、もちろんお蕎麦にさ、この漬け汁が合わない蕎麦なんてのはないんだけども、うん、すごくマッチングしてるなっていう、うん、このお蕎麦に合うって感じね、うんうん、これなんだろう、茎わかめ、違うな、うん、野菜だな何だろう。そしてそうそうそう、アマゴ。アマゴはね、うん、なかなか関東では食べれないですよ。いないからね、アマゴとして。アマゴはね、でもヤマメとして言うんですよ。でも多分ものは違うはず。あ、そう、なんかもう骨も柔らかい感じよ。煮魚だからね、うん、でも見た目がさ、焼き魚っぽくなってるよ ね、うん、ね、はい、こんな感じです。うん、あ、これは美味しいわ。あら、そう、うん、じゃあいただきますね。うん、ね、こんな食べ方したことない、ね、うん、ヤマメとかでも焼き魚しかないよね、うん、だからなんていうの、大きい魚の煮魚は、うん、身が結構キュッと締まってるけど、うんうん、すごいポロポロ、ふわっとしてね、うん、柔らかい。初めてだよね、カバと一緒に食べた方がいいし、うん、頭からかぶりつけるのかもしれない、うん、もしかしたら小骨があるけど、うん、全然口の中で感じない、うん、感じない、うん、ほら背骨ももう、うん、知らないうちに骨食べてるって感じ、一緒に入ってきちゃうやっぱり普段と違う地方に行くと、うん、普段食べたことないものがこうやって食べられるからいいよ ね、 ね、景色ももちろんなんだけど、うん、有名なさ、うん、岐阜タンメンとか例えばそういうのは検索すると出てくるけど、はい、こういうのって知らなかったでしょ、うんうん、たまたま来たお蕎麦屋さんでね、うん、絶対頭まで食べられるパターンじゃんね、うん、これね、いけるわ、取っといてあげるわすごい柔らかいもん、うん、すごい圧力鍋かなんかで煮るのかな、うん、それぞれに蕎麦屋が、うん、嬉しいねごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お蕎麦ももちろん美味しかったんだけどアマゴが絶品でした、うん、この煮魚 ね、素晴らしいね、美味しかった現在桜街道を北上中です。川がすごい、うん、川なのか、なんか湖なのかダムなのか、うん、そしてこの街道沿いに桜があるんですね。あ、きっとこれ桜向きだよね。右側はきっとそうだよね、うん、きっと咲いたらすごいよね、うん、全然つぼみも膨らんでない状態。みぼろこだって。あ、湖でした向こうに見えてるのが白山連峰ですかね。すごい ね、 ねえ、だからきっとこれ桜咲いたらさ、桜と雪山、そして湖、湖すごいね、すごいね、絶景の場所でした。
郡上八幡のとこでは桜が満開になってたでしょ、うん、だいぶ気温が低いんだね、この辺は ね。あ、ここだ。はい、そう、じゃあちょっと見ていきたいと思います。先ほどのお蕎麦屋さんで長川桜が紹介されてたので見に来てみました。県の指定の天然記念物になってる、うん、はい、長川桜。この日本の桜は共に推定樹齢500年。500年だそうです。すごいね、この太さ。これはすごいね。これ咲いたらすごい。すごいね。ね、雪山をバックに咲くんでしょうか。この動画がアップされてる頃には咲いてるかもしれません、うん、はい、ちょうど見頃になってるかもしれないです、うん、こう2本並べてみるとすごいな。すごいね。ね、いや見てみたいね。見てみたいね、これ咲いた姿を。うん、ね、うん、今調べました。はい、桜の種類は、うん、吾妻彼岸桜、彼岸桜の仲間ってことかな。ほうほう、うん、で、先ほどから紹介しているこの湖、うん、美幌湖、これダムなんだね、やっぱりね。ああ、やっぱりダム湖なんだ。で、このダムができる前にあったお寺、はい、2つのお寺があって、うん、そこにあった桜をこのダムができるので移植したっていうの、持ってきたものなんだそうです。でもだいぶ大きくなって移植してるわけだよね。そうだね、よく根付いたね。うん、本当そうだね。で、改めて紹介します。こちらが松蓮寺にあった桜ですね。はい、こちらが光林寺の桜です。はい、高山にやってきました。はい、まずは高山神社、はい、はい、に行きます。そこに五平餅が売ってるの、帰りに忘れて寄ろうね。五平餅発見しました。高山神社着きました。ワンちゃん入れないので、はい、ここで記念撮影です。よいしょ、はい、できた、はい、はい、来ました。マロン、はい、五平餅を一つください。300円になります。ほら、おはい、はい、いただきます。かなり甘さしっかりな感じ。甘いって感じ、うん、本当だね。ご飯の感じがやっぱりつき方っていうの、はい、お味噌の味もそうだしね、お店によって全然違うんですね、うん、違うね、うん、おいしい、うん、やはり橋を渡ります。みたらし団子1本と五平餅を1本。はい、ありがとうございます。じゃあまた五平餅いただきます。結構焦げ目があるよ。あ、美味しい、みたらし団子。うん、このさ、焼いてる匂い美味しそう。何匂いね。うん、こっちはもう醤油ね。うん、お餅みかん、うん、このお米の周りが固くなってるでしょ。あ、はい、焦げてて、焦げてね、これが美味しい。うん、うん、これさ、普通のみたらしのようなお団子の感じじゃなくて、お餅っぽい、うん、ダブル。
どぶろく売ってた？売ってる。膝の先どぶろくあります。どぶろく発見。ママが飲みたいって。どれ買ってくるかな。じゃあ買ってくるって。ママがどぶろく。ええって感じで。はい、買ってきました。漏れ酒とどぶろくの違いがよくわかんない。これは、アルコール度17度のドブ、こっちは、はい、これはドブロク。これでも10度なんだよ。保冷剤が入ってる。うん、要冷蔵だって。ルマに行ったら冷蔵庫に入れます。よかったね。よかった、お家に帰って飲む。謝らない。だけどロン君がいるとね、お店には入れない。いるね。高山の古い町並みを散策してきました、はい、人がたくさんいたね。五平餅の食べ歩きもできました、はい、やっぱりそれぞれのお店によって、うん、甘味噌の味とご飯の部分の柔らかさとか焼き具合とかもちろん違って、うん、それぞれに美味しかったです、はい、はい、じゃあ今から飛騨大鍾乳洞の方に向かいたいと思います、はい。ペットも入れるということなので、マロンも一緒に鍾乳洞の見学をしてみたいと思います。はい、マロンも行きます。はい、マロンも行くよね。はいはいはい、大鍾乳洞にやってきました。こちらで入場し、あ、本日は終了しましたって書いてあるよ。ということ終わってました。入れませんでした。残念でした。今何時だったの？寝てなきゃ間に合ったって。4時4分。5時までだったりして。どういうこと？5時までってのはどういう意味？係の人帰っちゃう。営業時間4時までだ。3月までは閉館が4時半。ということで4時までです。もうちょっとの差で入れなかったってことね。数分だよ。いや、下でこんなここでなんかやってる間に閉まっちゃったじゃん。嘘でしょって。ただいま4時6分でした。残念でした。飛騨大鍾乳洞は、はい、本当に1分かそのぐらいのところだよね。タッチの差だったね。その前で写真なんか撮ってるから、うん、結局入れませんでした。入れませんでした。時間を把握してませんでした。いや、5時までと思ってたので、うん、ルルブにそう書いてあったから、うん、まあ5時ぴったりまでっていうことはないだろうけど、4時半ぐらいで最後入場できるかなと思ってたんだけども、よく見てませんでした。下調べがちょっと甘かったです。3月までは4時までって書いてあったから。そうなのね。で、うん、季節がありました。はい、そうでした。うわ、すごいな。飛騨湯の森でお風呂いただいていこうと思います。いや、びっくりしたね。びっくりしたね、今ね。猿がいました。はい、カメラちょっと間に合わなかったんですけども、うん、猿が道を歩いてたのね。今、白骨温泉のちょっと先ぐらいに来てます。松本より、うん、松本よりですね。普通に歩いてたね。うん、はい、はい、通ってるトンネルもなんか昔のトンネルって感じで、うん、結構ハラハラドキドキです、はい、またいた猿。あ、いた。あ、いた。え、どこ？どこ？分かんなかった。上、上いた。じゃあよく見てるといるかも、うん、いるね、うん、いるね。今時このトンネル、うん、すごい古い。はい、ただいまトラックのすれ違い渋滞中です。そんなトンネルがあるんだね。昔はこんな大きなトラックがなかったんだろうね。うん、来ました、大きいのが。来た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 。だからトラック同士だともうすれ違いない。すれ違いない、そういうトンネルですね。
いやー大変ですね、トラックの運転手さんね。この車体の左じゃなくてさ、うん、屋根左上の、うん、そこを気を使いながらの運転だから、うんうんうん、非常に難しいよね、うんうん、高さもあるしか。そう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 。あでここね、ここ丸くなってるからね、うん、くなってるからね、狭くなってるから、うん、ただいま松本に入りまして、高速道路に乗ったんですけれども、このまままっすぐ帰っても5時間ぐらいで自宅まで帰れるはするんですけど、まあ眠くなったら車中泊という感じでちょっと考えたいと思います。我らが散歩してます。1000ワットのマックスパワーは今日1日走行充電して 41% に回復しました。はい、松本から高速に乗りまして、ただいま梓川サービスエリアに来ています。今日はここに車中泊することにします。はい、こちらのブルーティーのバッテリーはサブバッテリーの方から充電してきまして、現在 71% まで回復しました。今日は1号、うん、OKOK。 じゃあマロンのご飯をあげます。今回の車中泊ではチュールをあげてます。見てよ、よし。はい、そして今日のおかずは明宝ハムです。岐阜に来たらやはりこれ、うん、はい、なので買ってみました。はい、はい、じゃあお疲れ様。はい、じゃあいただきます。いただきます。まずはどれからいく何も焼かずにああ、生で、ね、行ってみます。ママはご飯から、うん、ご飯美味しい。そこまでスパイスが効いてるって感じではないけどな。うん、そうだね、うん、お酒のつまみにはこれでちょうどいいかもしれない。うん、安いハムしか買わないから、うん、めちゃくちゃ美味しいね、うん。うん、やっぱり焼いた方が美味しいと思うな。本当？うん。うん。うん。厚く切ったから余計。あ、そんなせもあるか。うん。そういうのもあるよ。うん。うん。なんか焼いた方がしょっぱく感じる。うんうんうん。うん、美味しい。美味しいね。ね、ハムこんな厚切りなんて絶対贅沢だよ。いつもさ、フォークとナイフこうやって持ち歩いてて、ここで出番が来るとは思わなかった。初めて使うね。うん、あ、納豆もあるからね家から持ってきた納豆です。今日で賞味期限が切れるので冷蔵庫にずっと入ってました。実はマロン納豆大好きなんです。納豆食べる人まさか車中泊で食べると思ってないから戸惑ってます。だから大丈夫だと思うんですけど。うん、大丈夫。美味しかった。あ、美味しかったね。口の周り納豆になってしたし。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、じゃあ片付けます。今日はラップを使ってたので比較的簡単ですね。今まで水を入れてたんですが、今日入れないでそのままおかわりする分置いといたら周りがカパカパになって逆に剥がれやすくて
いいかなと思って水を入れずに置いときました。ほら、郡上八幡町でいただいた御城印です。入れます。なんか岐阜城と同じような感じになったよ。よいしょよいしょよいしょ。足だからだねきっとね。今回は名古屋城から出発して、そう前のね動画の時に最後の最後見れなくなっちゃったから、暗くなっちゃってね、だからもうここからスタートです。そうだったね、はい、そして岐阜城に行きました。高いとこにあったよ ねロープウェイに乗って。 そして残念だった郡上八幡城、郡上八幡城もね、あの山の上の方にあったのに、改修中でね、ちょっと登ることもできなかった、途中から通行止めって感じだったのかな、そうだ ね、はい、ということで下からの見学になりました、はい、はい、それで荷物の移動をします、はい、はい、マロンは最後の散歩をします。我々もトイレを済ませます。大型トラックがかなり迫ってきてます。距離が近い。切るのは嫌じゃないね。ちょっとだけ飲んでやがる。また飲んでる。どういうこと？そしてやめる。そしてこっちに来て、くるっと回ってまた戻って。何なのこれ。そして向こうの様子を見て、入っちゃった。なんだよ、入っちゃった。入ってきた、入ってきた。そしてまた戻って、また出てきた。どうしたんだろう。足？まだ続いている。あ、眠いのか？寝床探してんの？あ、クッションじゃん？あ、それか。そうだった。パジャマ着たから。うん。向こう向いて寝るんかい。かわいい。じゃあ寝ます。ただいま11時30分です。外の気温は 6.4 度、車内は 17.5 度です。おはようございます。ただいま6時4分です。外の気温がマイナス 2.2 度、車内は 6.8 度です。マロンは朝の散歩です。マロン、向こうに見えるのがツバメ岳だって。見てごらん。さあさあさあ。ね。さあ、じゃあ行こうか。はい、マロンは散歩から帰ってきました。それでは3人で着替えて片付けます。
せーの。マロンのご飯をあげます。マロン、座るわ。ありがとう。はい、よし。はい、着替えが終わり、帰る準備もできました。今回の愛知、岐阜を巡る車中泊旅、静岡の黄金館から始まり、岐阜タンメン、ケイちゃん、五平餅の食べ歩き、初めての食べ物にいろいろ巡り合いました。美味しかったね。初めての景色、初めての食べ物、最高です。やっぱり車中泊、いいね。はい。次回も見てくださいね。